皆さんどうもこんにちは、ときチャンネルです。本日もよろしくお願いします。本日紹介するものなんですけど、私以前ちょっと最近あるアプリをやっておりまして、でその中で届いたもので紹介をさせていただきたいと思います。今ちょっと影にも映ってるんですけど、最近テレビでも CM になってるんですけど、こちら鑑定団だけで多分わからないと思うんですけど、簡単に表しますと、ここに書いてあるんですけど、鑑定団ネットキャッチャーというもので、最近テレビ CM のやつでさっき説明させてもらった、今もピン芸人でやってるヒロシがアプリの紹介やってたんですけど、その、ね、アプリのネットキャッチャーを最近私の方でもダウンロードして、その中で取れた UFO キャッチャーの商品を紹介していきたいと思います。今回私の方で撮ったやつが、これの、まあ簡単に言ったら福袋と同じような感じの、それの袋の中に様々な景品が入ってるやつを1個取ったので、そちらを紹介します。で、まず1つ紹介させてもらうのが、こちらですね。ここに書いてあるんですけど、ラブライブサンシャインコレクション1年生、国木田花丸。これがこれなんですけど、ボトルコレクションとなっておりまして、こういう形ですね。このように、ラベル1周分になってるんですけど、それがこの中に入ってるみたいなので、これが福袋と同じようなものと、他にもたくさんあるんですけど、まずこちらを中身開けてみます。無理やり開けちゃうんですけど、このまま。はい、ではこちら開封します。開封してみると、このような形になっておりますね。まだ袋取ってないので、これちょっとガサガサするのはちょっと申し訳ありませんが、こういう形となっております。はい、では次2個目紹介させてもらうんですけど、こちらも同じくラブライブのやつで、同じく1年生ヨハネとなっております。こちらの方もまあ簡単に表すと、まあ福袋の中の一種となっておりますので、そのうちの一つの景品となっております。はい、もう一つ3つ目なんですけど、こちらは今度はラブライブと違って、じゃじゃじゃん。以前私の方の動画でも紹介させてもらったんですけど、こちらが、バンドリですね。バンドリの寝そべりのクッションとなっております。こういう形でまあいろいろ福袋なんでたくさん入ってるんで、私の中で嬉しいと思っております。はい、最後3つ目。違います、4つ目ですね。4つ目の紹介させてもらうんですけど、それがこちら。じゃじゃん。わかる人はわかる。シャーロットという作品ですね。こちらがその主人公というかヒロイン役となっている、ともりなおちゃんとなっております。これもなかなか、これが福袋のたこ焼きのやつになってたので、ちょっと撮ってみようかなと思って撮ったんですけど、届いた時にちょっと見てみたら、なかなかいいようになってたので、本日は紹介をさせていただきました。今でもそのアプリは私の方でもやってるんですけど、結構人気なので、いろいろなものが取れると思います。で、以前もオルタナチャンネルさんとかがこちらの会社に行って、まあいろいろやったりとかしたらしくて、今もコラボで T シャツとかもあるらしいんで、それも取れると思いますので、もしこの動画を機会に興味あったら、どうぞ撮ってみてくださいと思います。すいません、言葉変になって。はい、本日もご視聴ありがとうございました。